1980年レイクプラシッドオリンピックは、1980年2月13日から、同年2月24日まで、アメリカ合衆国ニューヨーク州のレイクプラシッドで行われた冬季オリンピック。レイクプラシッドでは1932年にオリンピックが開かれた後、1963年7月8日に、アメリカ会員で1968年、 東京オリンピックの招致が可決、上院の議決を経て、立候補がされたが、フランスのグルノーブルに敗れた。1972年11月11日には、1976年のオリンピック開催をデンバーが返上したため立候補を表明した。大体地候補であったソルトレイクシティが立候補を取り下げたため、アメリカオリンピック委員会が立候補させて良い意向を。 示し、翌31日に IOC に対してアメリカンオリンピック委員会より立候補の申請がなされたが2月1日に IOC のスポークスマンは1月15日が開催希望地の締め切り日でありレイクプラシッドからの公式の通達が来ていないと否定的なコメントが出された二月四日の IOC 理事会でインスブルックに敗れ九百八十年の 冬季オリンピック誘致を目指した。1974年3月31日に締め切られた立候補は、レイク・プラシッド以外に、フランスのシャモニー、カナダのバンクーバー・ガリバルディであった。その後他の地域は立候補を取り下げ、同年10月23日に、オーストリアのウィーンで行われた IOC 総会で1980年、モスクワオリンピックと同時に開催が決定した。 この時、対立候補地はなく無競争で承認がされた。7億5000万ドルかかった1972年、札幌オリンピックに対して1932年、レイクプラシッドオリンピックでも使用した、世界初の室内スケート場と言われた、オリンピックアリーナや、スピードスケートの施設を有効利用した。ジャンプ台は90メートル級を新設。 当初既存の施設を補修する予定だった70メートル級ジャンプ台も新設された。オリンピックアリーナに併設されて人口2700人の町にはふさわしくない8000人収容のオリンピックセンターも新設された。アルペンスキーは町の中心地から北東に13キロメートル離れた標高1460メートルのホワイトフェイス山で行われ。 ボブスレーとリュージュの施設も新設された。ただし、周囲の街も含めても宿泊施設が不足し、観客は6 0トルから1 0 0トルほど離れたモントリオールやバーモント州に宿泊しなければならないことが予期された。ノルディックスキーは南へ7キロメートルのバンホーベンベルク山で開催された。前年の1979年に行われたプレゴリンでは、 2月11日に氷点下25度であったため国際スキー連盟の規則である氷点下20度以下であった場合、競技を開始しない規定に基づきスキーのリレー競技が中止となった。選手村は新設刑務所建設の予算で建てられた。5つの刑務所の建物だけでは、選手は入りきれずトレーラーハウスも用意され1932年、 ロサンゼルスオリンピックで選手村制度ができて以来、金網で隔てられるなど男女に分かれていた選手村が一緒になった。冬季オリンピック史上初めて中国が出場し人工降雪機が採用されたのも初であった。なお、デンマークだけは選手の水準不足でメダルを獲得する可能性がないという理由で不参加であった。1932年以来2回目の オリンピック開催となった。聖火リレーは1月30日にギリシャのオリンピアで再火式が行われた後、アメリカ大統領専用機でバージニア州のラングレー空軍基地に到着、延べ 1600km を二手に分かれて、9日間52人のランナーでリレーされ、2月8日午後8時11分にオリンピックスケート会場に到着した。サイラス・バンス国務長官のスピーチが、 モスクワ大会を非難する内容であったため、開会式をモスクワオリンピック組織委員会委員長のソ連のノビコフ副首相らがこれをボイコットした。スピードスケートでアメリカのエリック・ハイデンが5種目完全制覇の偉業を成し遂げた。距離別のスペシャリスト化が始まっていた中、空前絶後の記録である。タイム差もかなりあり、危なげない五巻達成であった。 銀メダルは1500メートルと5000メートルが同じ選手だったため4人。そのうち2人は1976年、インスブルックオリンピックの金メダリストで、1人は1984年、サラエボオリンピックで2冠を達成している。この大会でのアメリカの金メダルは、ハイデンの5個と最終日のアイスホッケーで、計6個であった。最終日に行われた、 アイスホッケー競技の決勝リーグ戦では2月22日の試合でソ連を4-3で破った大学生で構成されたアメリカチームがフィンランドを破り20年ぶりの金メダルを手にしたそれまで同種目を4連覇し無敵と称されたソ連チームを準決勝で破った上での栄冠であり後に表情の奇跡と称される歓喜のフィナーレとなった 前年の1979年に起きたソビエト連邦によるアフガニスタン侵攻に対して当時アメリカのジミー・カーター大統領が同年夏の1980年モスクワオリンピックにボイコットの方針を表明して賛否両論の議論を巻き起こしていた。レイクプラシッド大会終了後、カーター大統領は五冠のハイデンやホッケー選手ら今大会の英雄を昼食会に招いたが、 その場で彼らにボイコット反対を表明される失ぺ返しを受けてしまった。なお、不参加の噂もあったソ連選手団は2月4日に第一陣が入村するなど参加している。ロニー、ありがとうございます。